金釣りエクセレント14回で逃げられた続きです。また別のマクドナルドに向かいます。そこを終えたら西大宮駅前に孵化するミュウツーをしたいところです。今日は日曜なので皆さん同じような流れでワンチャンあるかもしれない。久しぶりにお会いしたご家族さんもそちらに向かうそうなのでレイドを一緒にやりたいところです。次のマクドナルドに到着。ご家族さんにこちらへ行くと約束してしまったんだけどもう来てるかな。そして別のご夫婦さんとも約束しており、そちらのご夫婦さんはすでに到着している。自転車なら即店の前に来れるのですが、車だと止める場所が難しいかもしれない。ミュウツーのゲットチャレンジに時間かかったからもうついていてもおかしくないか。人数が増えた。入ってみようか。ああ、ご夫婦さんは入ってるけどご家族さんはいない。間に合ってくれるといいんだけど。7名。そして皆さんレベルが高い。ギリギリ勝てそうな感じになってしまった。抜けにくくなってしまったぞ。困った。ああダメだ、間に合わなかった。ここで抜けるとブーイングなのでやってしまいます。7人で95秒残し、レベルの低い方もいたのでかなり強い方が揃っていた感じです。終わり直前にご家族さんが到着。やはりレイドは同じに行動しないと無理っぽいです。ボールは11個。多くても逃げられるときは逃げられる。少ないときでもゲットできるときはできる。まあ大いに越したことはないですけど。ご家族さんはそのままミュウツーがもうすぐ孵化する西大宮駅へ。ゲットです。西大宮駅へ向かいます。もうすぐ孵化です。西大宮駅に到着。今度はご家族さんが先に到着、ご夫婦さんが後です。孵化始まっちゃいました。最初だけですか。ご夫婦さんは間に合っただろうか。まあこういう時は一緒になれたらなりましょうぐらいでいいのかな。覗いてみましょう。あ、もう入ってます。皆さん揃いました。
その技を食らって死ににくいポケモンが出てきます。だから攻撃力が低めになっちゃうんですよ。はい、そうなんです。はい、CP は2217、渋み。ゲットです。 98% と戦った今となってはこれぐらいの CP はペノカッパです。 96% まではいける。それより上になるとヤバいです。娘さんにトロピウスを渡します。親友レベルなので砂1600、これはいい。フレンドになってすぐに特別な交換は、砂の消費がヤバいので親友レベルまで待ってもらえると嬉しいです。たまに特例もありますけどね。それは本当特例です。娘さんの図鑑に登録です。またお二人の分がまた引き込んだってことで、はい、ではまたよろしくお願いします。ありがとうございました。いえいえ、どうも。はい、どうも。ご家族さんとは夏の期間プラザの公園で移動しました。今後ともよろしくお願いします。